ザヨーツザイツザムツザナナツザヤツザ今何度でどうも映画トークチャンネル余計なお世話です。みんな再生してくれてありがとね。私映画紹介人ジャガモンド斉藤です。このチャンネルは映画にまつわる余計な話を好き勝手気ままにしていこうというチャンネルとなっております。さあ今回は余計なラジオということで、気軽にふらーっとね、もう友達と話してる感じで、感想映画の感想を話していきたいと思っております。はい、なので耳をねこちらにお貸しいただいてですね、いろんなことながら聞きしながら、私のおしゃべり聞いてもらえたらなって思ってます。さあ今回は5月19日に公開されます、ワイルドスピードファイヤーブーストでございます。はい、もう20年以上やってんですね。ね、で10作目ということで、まあそのね日本のね放題がねあのワイルドスピードってなってるから、でサブタイトルがねファイヤーブーストっていうことで10とかじゃないので、ジェットブレイクとかアイスブレイクとかね、とにかく何かこうかっこいいダサかっこいいですね、サブタイトルをなんとかつけて続いてるシリーズということなんですけども、さあ今回の、ファイヤーブースト、まあ、シネマンションでもねいろいろそのゲオさんとのコラボとかあんこちゃんがこう解説というか、見どころ解説とか、あとあまあまチャンネルでもね一本一本ずつのおさらいなんかやってましたから、ぜひなんだっけなとか思ってる人そっち見てもらえたらと思います。僕はこれワイルドスピードはですね見てるはず、全部はい見てるはずなんですけど、どれがなんだっけみたいなちょっとありながらなんで、そのガチ勢ではないっていうところは先に言っておきます。はい、で今回の10本目今回はですね試写呼んでいただきまして東宝の日比谷でちゃんと大きいスクリーンで堪能させていただきました。まあ、貝柱さんがねたまたまいて、で貝柱さんと一緒に見ようっつって2人で並んで見てたんだけど、途中でねもうほんとちょうどいい感じのところで柱さんがちょっとトイレ行きますっつって、で残り1時間ぐらいあったんですけど、柱さん戻ってこなくて、と思って、どっかで気使ってどっかね違う席座って邪魔にならないようにねみんなの見てんのかなって思ったら、なんか見終わっても来ないから、パッて LINE 見たらね肛門がファイヤーブーストになってて、すいません戻れないんでロビーにいるねって言ってて、でその最後誰出てきたって言うから、いいんすか言ってっつって、いいよって言って全部言って、あマジかーみたいな、マジか見なきゃとか言いながら、でまたちょっとトイレ行ってくるって言ってトイレ行って飲みに行く予定だったんですけど、ちょっと長引いてたんで僕は帰ってきてしまいましたけども、はい、まあそんなことがありましたけど、ファイヤーブーストね、はい見てきましたよ。はい、でまあ、そもそもこのまあもうなんかね、そもそもですけど、そもそもワイルドスピードっていうとはみたいなところで言うと、まあ、もちろんその振り返りはもうしませんが、まあなんていうのねそのビン・ディーゼルがね主人公じゃなかったんですよ最初ね。なんだけどいろいろあって、いろいろこうなんだろう作風をいろいろ変えてってというか、やっぱりそれ最初はそのただの強盗とかレースみたいなところだったのが、だんだんこう世界を救うみたいな、で規模も広がってってちょっとスパイ映画みたいな規模になってきて、っていうところが実は二転三転してるというか、いろんな試行錯誤しながら、手この手で続いていく中で、まあ、やっぱり今その人気の一つであります、このファミリーみたいなね、仲間がファミリーで、ドラゴンボール的な感じで、昨日友達殺してたのに、次ではもう仲良しみたいな、なんなら殴り合えばもう仲間だよね、みたいな。殴った相手って敵じゃないよね。殴った相手ってもう、超えて友達だから、いやっていうか家族だからみたいな、ちょっと変な哲学みたいなものがちょっと生まれて、でまあちょっともうほぼいじられてるような問題になってきてますけども、もうね死んだと思ったらどんどん蘇るみたいな、死者蘇生が止まらないみたいな、もう生と死の境目ないんですよねワイルドスピードって。なんかそういうこうまあ、ちょっとこうネタ的にも、みんなからいじられながら楽しまれながら、で豪華キャストがまあかなり揃っていて、っていうなんかちょっと変わったこういびつなシリーズになってきてるなっていうのが、まあ印象ですけども、作品内でもねファミリーっていうのがすごい強調されますけど、まあ、制作側もやっぱりすごくファミリーっていうところは意識してきているんだろうなと。まあポール・ウォーカーのね件があって、スカイミッションでも大号泣会でしたけども、っていうのもあったっていうのもあるし、その今まで出してきたこうキャラクターキャストに対してやっぱりそのすごくみんなこういや一度ファミリーになったからさっていうことで、もうその気持ちだけで生き返らせるっていう、はい、なんかそんなような感じも
感じてくる。その作品内のキャラクターとしてのファミリーだけじゃなくて、もう制作人側がもうキャストをもう家族だと、この制作チーム座組が家族だっていう、認識をしているゆえにですね、こう人気キャラクターをカムバックすると。で、まあ、おかしいだろこれはって思われようが、やっちゃうのがワイルドスピードだっていうことですから。はい。ね。まあ、その分ですね、ちょっと問題みたいなのも、まあ、出てくるというか、まあ、ね、それはそれであるんじゃないかっていう、今回で言えばジョン・シナがね、ジェイコブ、弟がさ、死んじゃったじゃん最後、一応。でも、なんか、疑っちゃうよねみたいなね。で、今回しかも終わんなかったから、ってことはさ、みたいな、なんか。しかも、無傷なんだよね、みんなね。なんのこう、後遺症というか傷もなく生き返るから、恐ろしいなっていう感じもあるんですけど、はい。まあ、そんな問題もありながら、まあ、でも総合的にこの感じに乗れるか乗れないかみたいなところなんだなっていうような、これももうワイルドスピードの味だと。もう死んだっていう、もう具体的に死ぬっていうところがなければ全然平気で生き返るし、ありえないことを起きるし、宇宙にも行くしみたいな、こうそういうね、バロメーターがこうおかしくなってきてるようなのがこのワイスピの魅力なのかなっていう。だからここにやっぱりこう乗れるか乗れないかっていうところだと思います。車だけに。はい。で、だし、まあ、家族だけがテーマじゃないというか、もう今回より思ったけど、その殴り合いが彼らの自己紹介になってるっていうね。もうその出てきた登場人物、久々の人物、まあ、前作から出てきた人物は、基本的におはよう、こんにちは、こんばんはの代わりに、もうぶん殴るし蹴るし、投げ飛ばすし撃ち殺そうとするみたいな、もうこのなんかこう肉体、もうその肉体でその彼らの自己表現っていうか、まあその自己紹介もそうだし、この人とこの人はこういう関係なんだっていう。例えばその今回で言えばその何、ジェイソン・ステイサム、まあだからショウはハンとこういう関係なんだとか、サイファーね、シャーリーズ・セロンと、ミシェル・ロドリゲス、レディはこういう関係なんだとか、うん、かつこの人はこれぐらいのパワーを持ってるんだ、まあパワーのヒエラルキーよくわかんないんだけど、この YSP は。ただあ、この人やれる、できる人なんだっていう。だからブリー・ラーソンも今回そうでしたよね。でテスでしたっけ、ですか、でテスですね、カートラッセルの娘らしいんですけど、はい、そういうなんていうのかな、自己表現にもなるし、あ、この人こういう、あ、動く側の人ねというか、はい、見せ場として、絶対みんなアクションしてくれるっていう、ところ、になってたりとか、まあ、あとやっぱ韓国ドラマかっていう割に実は弟だったとか妹だったとか、息子だったとかね、なんかそういうさ止まんねえなみたいなね、こいつもかいみたいな。今回イザベル、ダニエラ・メルシオールさん、これね、どっかで見たなーって思ったら、ラットキャッチャーね、スーサイドスクワット、そして今回のガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーで赤いね、女の子やってたけど、この子か、どっかで見たことあると思ってたんだっけと思ったらその子だったとかね、ありましたけど、この子でさえも、エレナ、エルサ・パタキの、妹だったっていう、もう、なんだ、そのファミリーツリーとんでもないことになってるな、みたいな。なんかそういうのがもうね、うん、何も感じなくなってくる、麻痺ってくるっていうのが、この受け手側のあれなんじゃないですかね、見方なんじゃないでしょうか、ワイルドスピードのっていう感じが、ありますね。で、まあ、今回もそのそういう、まあそのね、映画をとしてね見るとさ、いや、ちょい、おい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 みたいな、ちょっとそれはみたいなところあるわけですよね、突っ込みながら見るみたいなところあるんだけど、やっぱ脳内にあるですね、ワイルドスピードという名のエンジンが全力で働くんですよ。ブーイーンって。で、それで、あ、そっかそっかそっか、これワイスピだもんねって、こう、気を取り戻すというか、はい。気を取り直す、うん、みたいな、ことが、こう、交互に起きる。はい。のが、今回の、まあ、まさに、ファイアーブーストは、まさにそうだったなっていう感じが、非常にありました。はい。で、まあ、最初のとこで触れていくとね、もういきなり10年前の過去回想から始まって、まあ、メガマックス、まあ、僕メガマックスまあ好きなんで、金庫ね、2つでこう、引っ張っていく、絵がありましたけども、あそこから始まるんですけど、ジェイソン・モモはね、ダンテが、要はあいつの息子だったという設定、もうこれ予告絵にもね、レイエスか、の息子だったっていうの予告にもあるから、まあ、別にそこは驚きではないんですけども、確かに俺らが見てたメガマックス、画質もね、なんなら画質もあの時の当時の10年前のメガマックスの画質と一緒なんだけど、ジェイソン・モモアがちょいちょいカットされて入ってくると。確
確かにあの警察署のこの入ってくとこあったなとかあるんだけど、あれこんなシーン、あれジェイソン・モモいたのみたいな、なんかね不思議な気持ちになるというか、あのファンムービーみたいな、あのファンの人がさ映画切り抜きしてさ自分が撮った動画を途中で挟み込んでっていうみたいなあるじゃん、スターウォーズとか特にねネタにされちゃうというかさ、あのその感じ、ファンメイドみたいな不思議な階層から始まるという、ただこの階層で始まるっていうのところはやっぱその今ねいろんな作品がこうフランチャイズ化されていく中で丁寧だなって思うし、あの同人誌感ファンムービー感あるんだけど、いやまあまあまあ、だこれも YSP エンジンですよね。みんなの、みんな一人一つは持っていると言われている YSP エンジンが働いてですね。いやいや、ジェイソン・モモはここにはいなかっただろうとか、ね、思いながら、いや、無理にして、あのガガガってマシンが運ってた、あれ運転手のジェイソン・モモアなのねとか、まあ、一応その思いながら、でもさ、これはさ、とか思ってるとグイーンって頭の中で YSP エンジンがブルルルってフル回転して、まあまあそうだよね。YSP だしね、みたいな、うん。こういうことだったっていいよね、みたいなところ、はい、の繰り返しだなって感じがあったのと、ただここで一個大事なのは、もう僕予告編から見てても思ってたんですけど、いやいやいや、レイエス殺したのってね、ドムじゃなくないっていうね、ザ・ロック様でしょうって思ってたんですね。なんでそこはちゃんと最後に回収されて素晴らしいなと思ったんです。だから、なんでよりそう思ったかっていうと、回想シーンでドミニクがあの金庫をねブンブンブンってこう振り回してパトカーを一台一台蹴散らすじゃん。であそこでさ、そのレイエスの車もガッシャーンってやるんだ、ガッシャーンってやったところでパッとカットが変わって落ちたもジェイソン・モモア、ダンテがわーっとで目が開いてタイトルバック、あれこれさ過去改変されちゃってないみたいな、これ YSP ファンならより不自然じゃないのって、僕はねライト層だけど、より好きな人からしたらいやいや違うじゃんって、この後レイエスは路上に出てってそこで普通に、ドゥエイン・ジョンソンに無慈悲に殺されるじゃんっていうね、だったらジェイソン・モモはドゥエイン・ジョンソンを恨まなきゃいけないんじゃないのみたいなことを、思っちゃうんですよこの段階ではね。でもちゃんと最後にね、あのドゥエイン・ジョンソン出てきて、ジェイソン・モモがね、なんか映像残してんだよね。でそのドムは俺の車を奪ったと、でもお前は俺の父を奪ったつって復讐が始まるんだな、いやいや車より先に父の復讐じゃないとか思っちゃうそれはみんな思うよね、順番どうなってんだろうみたいな。まあでもあれか、その前菜からみたいなことかね、美味しいのは好きな食べ物は最後に食べる派ってことだよね、楽しみにしてたんだよねきっとね、うん、そういうことだと思うんですけど、まあそういう時もブーンってね、YSP エンジンが、みんな一人一つ持ってる YSP エンジンが働いてっていうようなことですみたいなことなんですけども、はい、まあなんでそのストーリーとかでまあそのいろいろこうやりすぎだったりとか思うんだけど、 YSP エンジンが働いてどうにかなるっていうのもあるし、あとその人が多すぎて、まあこれ悪いとこでもあるんだけど、いろんなとこに分散していろんなことが起きてるから考える隙与えないんですよね。だからそれもこれはあの悪口じゃなくて、やっぱうまさだし、ワイルドスピードの良さ、考えようと思うと、あ考えちゃダメなこの映画ってなるようなテンポ感と、アドレナリンとガソリン感というか、それがやっぱりこの YSP の持ち味だし、そこがこう小気味の良さみたいな部分が良さでもあるから、それはそれでいいのかなっていう気がしました。はい、であとね、やっぱそのジェイソン・モモアがめちゃくちゃ良くて、なんかやっぱりそのバックボーンがね、その精神科に入ってたぐらいまでの言ってるから、やっぱサイコパスなんですよ結構。で別に見ててね、まあ今までのヴィランじゃん YSP のって思うんだけど、やっぱみんなゾッとしたと思うんですけど、あの部下ね、部下シャーリー・セロンから奪った部下をさ死体人形にして話しかけてて、マニキュア塗って、でそのセロハンテープ感がニコって笑ってるにするみたいなところとか、ジョーカー的だよね、無理やり笑わせてるみたいな、でハエがたがってて、みたいな、あれこれちょっと YSP 本当にみたいな、ちょっとゾッとするみたいなところがいい味出してたし、まあそれで言ったらね、最初にセロン奪う時に俺は部下が欲しいんだって言ってるけど、セロンの部下の全員の家族のところに行かせる部下はいるんだみたいな、まあでもブーンですよ、脳内ブーンが、脳内 YSP エンジンがブーンってなって、ああまあまあそう、まあでもね、いいよテンポだもんみたいななんかそういうところとか、でもモモアさんの演じ方とか、ね、そのビンディーゼルにボコボコに後半されるけどヘラヘラ笑ってる感じ、まあ、あれもジョーカーっぽいんですけど、良いなとか思いました。だからこの
これだけの敵がいるから一作じゃ終わらせないっていう感じもするしね。うん。あとやっぱりそのジェイソン・モモアっていうか、まあ、ダンテが殺すんじゃなくて苦しめるっていうことをまあ目的にしてるってことは、まあいきなり殺そうとは、殺せるんだけど殺さない、いたぶるみたいな、ところなのかな。ただまあ最後ダムでねドッカーンで終わってるから、まああれも どうにかなるんでしょう、とんでもないことでどうにかなると思うんですけれども、だからあれか、ダムドーンってやってなんか死んだと思わせたのかな、だから次はドゥエイン・ジョンソンだよってことなのかな、とか思いながら、はい、今も喋りながら YSP エンジンがフル回転という感じですけども、まあ、あと笑ったのは、秘密機関の極秘基地っていうデテロップね、ダサくて最高みたいな、ね、バカだなみたいなどこだよみたいなもう秘密っていうね、秘密感が2つ入ってくるとかっていうのはめちゃくちゃ良かったし、あとそのダムのところね、最後で、ドミニクがさ、あの無線でさ、お前には奪えてないものがある、車だっつってね、車でねダムを駆け降りるというところとかも良かったし、ジェイソン・ステイサムのね、マブリー張りのね、そのサンドバッグに人入れてぶん殴ってて、でそこにハンガー来てみたいなところは、まあ、前回だっけからの回収があったりとかも、あったりするし、面白いなーなんてニコニコしながら基本的には見てましたし、あとその B ね、その息子がねドリフトキュキュキュってのは誰だろうって思ったら息子の方だったみたいな、これ明らかに今後生きてくれますよね。だから今回なんか車使って、ほらドミニクがさ無線で言うじゃん、お前に運転を教えてあげるからな約束通りとかって言ったところで、なんかハンドル握らせんのかな、どうにかしてっていう風に思ったりとか、はい、そんなこともちょっとよぎったんで、今後に期待なのかなっていう感じがしましたね。はい、あとね、ジョン・シナがピースメーカーじゃねえかっていう件ね。ジョン・シナ前作だよね、前作のジェットブレイクだよね、キャラ全然違くないね。なんかその最初に突っ込んできたところはまあ良かったけど、普通だったけど、車をね B 一緒にこう B だっけ、その乗せるってなった時に、いやこっちの車だよっつってしょぼい車に乗せて、で、この何この車とか言ってる時に、いやいい車なんだみたいなことを言いながらテープでね音楽を聴いて歌いながら一緒にこう揺れる、あれってもうピースメーカー全く同じシーンあったよねああいうこうノリノリノリ、もっと激しいけどさ、ベーって舌出したりするけど、なんかあの感じとか、ちょっとダサめのガソリンスタンドの T シャツを羽織ってたりとか、なんかその甥っ子とね、まあ、僕今回良かったのはその、まあ、ピースメーカーが好きってのあるけど、ジョン・シナ周りなんだけど、あの二人の逃避行めちゃくちゃ良かったし、あのね改造車が出てくる感じもいいし、なんかすごくピースメーカーを経てしまったジョン・シナ感があったなって気がしました。まあ残りのね作品で出てくるんじゃないかって気もしてますけど、あとはまああれですか、ガルガドット問題ですよね。いやー、ハンが出てきたからって思ったし、飛行機から落ちたんだね、なんか確かね、なんかびっくり、まあどっかでこうなるだろうとは予期していたけども、最後の最後でこれが作戦だったのよってね、シャーリー・セロンに入れて言われて、ガルガドット出てきた時はさすがにちょっとその YSP エンジンがこう止まっちゃったというか、ちょっと混乱しましたね、ショート仕掛けましたね、えってガルガドット出るの、ガルガドット最近っていうかさガルガドット最近カメオ出演多いなみたいな、顔出し多いな、ちょい顔出し多いなって思ってたけども、これはないなくないって思ってたけれども、まあでも一気にもうフル回転、 YSP エンジンフル回転して、まあまあでもまあこれ、まあここまで行っていっかみたいな感じ、うん、だからその逆にそのこういうスター俳優というかファミリーと呼ばれる、メインね、主要キャラクターがガンガン出てくる、復活しますっていう中で、でも誰かが死なないと映画が盛り上がらないっていうジレンマを抱えちゃうじゃん。特に今回みたいにその復讐劇だったとしたら、やっぱそのドミニクを苦しめるためにやっぱ周りの仲間一人ずつ殺していかなきゃいけないじゃん。でもそのファミリーだからスターだし、スターのその家族が死ぬって、本当に死んじゃうっていう重さはいらないじゃん YSP にっていう、まあそのポール・ウォーカーのこともあったっていうのもあると思うんだけど、やっぱりその作中で何か本当に大事な人を殺すってことはなるべく避けてるような感じがあって、でも映画としては盛り上げなきゃいけないから、まあ、今回ねそのジョン・シナ死んじゃったけど、まあどうせ生きてると思うんだけど、そのってなってくると、じゃあ誰殺すしてこうかってなった時に
そのレース場仕切ってるあの前回ぐらいからか出てた、違うか、マットマックスじゃねえ、メガマックスが出てんのかな、あのリオデジャネイロのレースを仕切ってるあいつね、あいつを殺すっていうレース中にね、しかも久々にレースやるんだって思ったら、その殺すためにやるみたいな、本当のレースはもうやらないんだねとかね、なんかそういうかわいそうだよねあいつね。であいつは多分生き返んないよねって思っちゃう。その申し訳ないけど、なんでかっていうと、あのサブのキャラが生き返ってやっぱりその別にサプライズにならない、そのならないじゃん、申し訳ないですけどね、そのやっぱその生き返るならサプライズ級の何かじゃなきゃいけないってなってくるとちょっと違うのかなとか、あの思っちゃったり、しました。だからね、そのね、そこが複雑だなみたいな、はい、感じかな。うん、でもまあその今回終わらなかったってところでびっくりして、ちょっとインフィニティウォーほど重くないけど、インフィニティウォーみたいなね、終わりだみたいな意識してんのかな、あのぶつ切り終わりというか、ここで終わるんだみたいなところもあったし、まあ、残りね、何作が続くか分かりませんけども、この後の続き見てみたいなと思います。まあでもその、やっぱ映画館で見てっていう、映画館で見てっていうの面白さもあったし、帰り柱さんと喋っててそうだよねってなったけど、意外とこれやっぱりそのデッドファイナルシリーズ的な、ファイナルデッドコースターか、ファイナルデッドシリーズ的な、その家で友達と見て、なんで生きてんだよとか、知らないんかーいとか、いや車宇宙行くんかーいとか、なんかそう、その、いや作戦どうなったんだーとか、何だったんだーいみたいなことを突っ込みながら見るのが意外とおすすめなのかなみたいな気もしました。まあ、もちろんこれ、あの映画で、ね、映画館でぜひ見てほしいんですけど、そういう風な、ものにこれから、要は YSP が完結したとしたら、そういうこう、家でみんなでパーティーしようぜみたいな、それこそファミリーと、みんなのそれぞれいるファミリーと、ワイスピエンジンをね、働かせながらみんなでこう、突っ込みながら見るみたいなものが、非常にこう、向いてる作品として愛されていくんじゃないかなって気がしました。はい。ということで、チャンネル高評価、チャンネル登録よかったらよろしくお願いいたします。シャルセロのね、アクションね、めちゃくちゃ良かったですね。はい。いろいろ感じました。ミシェル・ロドギースとね、やり合ってる感じ、あ、この二人がっていうの熱さもあったし、はい。まあ、そんなところで、以上にしたいと思います。はい。ということで、皆さんまた最後まで見てくれてありがとうね。